キチャンネル。ちょっ、こんにちは。さあ、トレードに出してあげた方がいい選手、今日は阪神タイガー戦ということで、はい、今日現在阪神首位カープと 2.5 ゲーム差、うん、交流戦ね、あんなに調子悪い調子悪い言いながら、うん、首位と 2.5 ゲーム差だから、うん、全然ねチャンスあるけども、うん、まあトレードにね、はい、動くのかなどうなのかなっていうね、まあ動きがいはあるけどね、はい、チームとしてね、うん、そうなった時に、トレードに出してあげた方がいい選手、はい、まずはこちらです。はい、藤田健人。おー、はい、今年23歳、はい、今年大卒1年目と一緒です、うん、キャッチャー5年目、はい、佐々木推してます。あ、そうなんですか。はい、フレッシュオールスターで見てから、うん、でももう使われへんねん、はい、多すぎて、うん、梅野坂本いるし、うん、ね、で中川とか栄田もいるし、うん、多分順番回ってこへんねん、うん、そうですね、だからまだ一軍経験ないってことですよね、うん、でそうなったらもう栄田も26歳でしょ、うん、はい、で今度中川が20歳でしょ、うん、ってなった時に、うん、多分回ってこへんから、これはね、なんかチームを強くするとかどうかよりも、うん、本人のために使わないんだったら、うん、トレードに出してあげた方がいいっていうね、いいんじゃないのかなっていう、はい、俺は個人的に どんなところが良かったんですか、佐藤さん。良かったも良かったしね、うん、去年はいい感じでバッティングも良かったけど、うん、今年あんまり打ってないようだけども、はい、まだ若いからね、うん、チャンスあると思うから、はい、そういった意味でもまあ、使わないんだったらね、うん、ワンチャン出してあげても俺はいいんちゃうかっていうね、はい、22歳、はい、続いて、はい、こちらです。高浜優斗、はい、高浜選手ね、はい、日本ハムから、うん、移籍してきましたけども、はい、27歳、うん、今年28歳、うん、なんと2軍で3割6分4厘、あ、めっちゃ打ってる、めっちゃ打ってんねん、本当だ。でも今年まだ1軍出場なし、うん、で外野手、うん、秋なし、だってね、最近前川とか使ってるしね、うん、で今年のキャンプで一応おっしゃった野口とかもね、そうですね、結構下に控えてるっていうのありますね、うん、もういるし、うん、で近本でしょ、うん、で森下いるんでしょ、はい、ノイジーいて、ミエセスいて、うん、ね、で去年も頑張った今年2年目のいつぼね、うん、でまあ島田とかね、うん、足っていうところも考えてるし、今年ちょっと小野寺があんまり打ってないよね、そうですね、うん、っていうところもあるけども、うん、まあ、使わないんだったら、うん、今もう今売り時じゃん、今だからまあいわばさ、ロッテにいた石川みたいなね、はい、うんうん、感じになってるからね、はい、使わないんだったら、うん、あと井上とかもね、はい、いるから、今使わないでいつ使うって感じやん、うん、正直ここまで2軍で頑張ってたらよ、はい、怪我してないよね、元気だもんね、うん、はい、そう考えたら今使わなきゃいつ使うんやっていうところもあるから、うん、使わないんだったら俺はトレード1番手でもいいんちゃうかって思うね。来たばっかだけど使われてないですもんね、うん、外野もファーストを守れて、うん、右で、うん、あ、いいとこあるんだよ、うん、いいとこあるよ、あるお、うん、もう見つけました、見つけた、お、13回目です。今言わないですでもまあね、うん、ここまで頑張ってんだと俺はまあいいんちゃうかっていうね、はい、まあ、野手はこんな感じかな、うん、今はね、はい、で続いてピッチャー、はい、今年でこの名前が上がるのもこの企画では最後かもしれない、はい、おってことはもうギリです、もうギリです、ギリ、はい、はい、秋山、おー、確かに毎年言ってる気がする、はい、30歳、はい、もうギリです、そうですね、使わないんだったら、うん、ワンチャン、うん、もう全力でいったら5回ぐらい試合作んちゃう、そうですね、だもう先発いないところで、うん、言い方めっちゃ悪いよ、うん、使い捨てでもいいから、はい、もう今なんとかしたい球団にはおすすめ、そうですね、5回全力、うん、すぐ行って出られる、あと多分出しやすいと思う、はい、阪神で、うん、出しやすいそう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 、うん、だからひょっとしたら金銭とかでもあるかもしれないね、ああ、うん、そうですね、うん、環境変えたら、そうだ、環境変えると花開くパターンあるから、うん、今の能力より、うん、環境を変えることによって何かのプラスアルファ、もしくはコーチとので、うん、はい、細川とかもそうじゃんな、そうです、細川なんて一軍に行っても DeNA の時全然打てへんかったのに、うん、いきなり、ね、和田さんとの出会いでね、はい、来たから、うん、今ダメだからって全否定する必要もないからね、持ってるまだ持ってるわけですよね、うん、そう、環境を変えていければ、うん、何かのきっかけで食っていく可能性あるから、これすごい、うん、ラストチャンス、ラストチャンス、今、ね、今よくリリーフデーとかするパリーグの球団とか、おいいよ、いいよ、いいね、いいね、いいね、いいの、分かりやすいこと、13回目じゃなくて言っちゃって、いいとこある、あるでしょ、さらにある、13回目ね、あ
るね、あるね、うん、いい、欲しいところはあると思います、うん、使ってくれそうな、うん、そう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 、はい、いい感じでね、うん、続いて、はい、こちらです、はい、梶谷廉、でも梶谷投手って普通にまだ戦力じゃないですか、でも、まあ、昨年ね、うん、51試合投げて、はい、で今年は今まで8試合、うん、で5月3日ゴールデンウィークに投げてから1軍からはもうだから約1ヶ月2ヶ月ぐらい遠ざかってますけども、うん、はい、まあ、それなぜかっていうと、今年現役ドラフトで現れた漆原選手が結構1軍でいい感じで投げてるっていうところもあるし、うん、まあ、もちろんね、引き続き石井投手とかね、うん、いい感じで抑えてるっていうところもあるから、はい、なかなかもう順番がね、次の順番にはいるんだけどね、うん、でも何かを手こ入れしていい選手取りたいってなってくると、うん、いい選手出さなきゃいけないから、まあ、そうですね、しかも使わないんだったら、うん、バリバリリリーフ薄いところなんて今すぐ行けるからね、1軍で、でも行ってすぐ出ますね、すぐ、うん、もう即、はい、即7回とか行くかも分かんない、方程式入っちゃうみたいな、薄いところで言うとね、うん、だから使わないんだったら出した方がいいかなっていうのと、はい、あとはいいの取りたいんだったらやっぱここぐらいを出していかないとっていうのもあるから、うん、そういった意味ではこれはかなり適任の選手なんちゃうかっていうね、うん、そうですね、うん、うん、続いてこちらです、はい、岩田正樹、岩田投手って岩田さんね、出たこ出てないですね、今年はまだ1軍で登板してないんですよ、でも2軍では26試合リリーフで登板して、うん、0.81、はい、ほぼ打たれてません、岩田投手ってまだ1軍デビューしてなくないですか、してない、うん、で昨年2軍でチームトップの44試合登板、はい、ね、うん、1軍デビュー今待ってますけども、はい、待ってるけども、うん、今呼ばないでいつ呼ぶんやって話になるそうですね、選んだ時にね、うん、やっぱ左で言えば、うん、ね、やっぱ桐敷、はい、そして島本がいるのよ、うん、まあ、富田もね、はい、1軍で左ね、うん、及川もいるじゃん、はい、で岩崎がいるでしょ、はい、左ね、うん、で岩佐でしょ、うん、チャンス回ってきてない今こんな結果出してて、うん、うん、だから若干このサイドスロー気味なのが好きじゃない可能性もあるよね、岡田さんがね、方針としてね、うん、方針として、うん、そのでだから順番待ちがちょっと遅くなってるっていう、はい、可能性もあるけども、うん、やっぱこんだけ抑えててそうですね、うん、しかも26歳、うん、もう超売り時、はい、使わないんだったらね、うん、俺逆に言うと使った方がいいと思うんだけども、はい、ね、いつも言ってるけど、うん、いい選手を上げるのを先考えるんじゃなくて、うん、誰を落とすか考えなきゃいけないから、うん、でその時にじゃあ桐敷とか、うん、島本とか、うん、岩崎も左3人いるわけじゃん、はい、一軍に、うん、誰を落とすってやったら誰も落とせないじゃん、落とせないですね、だから上がれないんだよ、うん、確かにどう頑張っても、はい、でその後に、うん、ね、今年で言うと、うん、及川とかね、うん、飛びたとかさらに若い投手もねいるってなるとがなってきて、うん、で先発とかにはね伊藤とかもいるし、はい、ね、大竹とかもいるし、うん、確かにないノーチャンスなんだよ、ノーチャンス、どんなに頑張っても、うん、岩田投手より若い人たちが出てるわけですもんね、うん、富田投手とか で岩佐もね、うん、いるからでもノーチャンスなんだよ、若いしな、左が、うん、ってなったらもう確かにデビューも前に、うん、デビュー前に、うん、でもいいからね、いいから育成から上げたっていうのはあるけども、うん、それを一軍で使わないんだったらもう今出してあげた方が、うん、ね、本人のためになるんだよ、ね、そうですね、もう左のリリーフで、うん、もういないところ、はい、すぐ使います、おー、2軍で 0.86 は活躍するから、はい、うん、1軍でするする、でもただ阪神ではやっぱそれ相応にいる人がいるから、うん、枠がないからいけないだけで、うん、もう今1軍で左のリリーフに困ってるチーム、はい、即使います、確かにそう言われると今出どころがないですからね、そうそう、だから阪神が本気で株主総会でも言われたらしいけども、うん、補強をしたいんだったら、はい、今挙げたような選手たちが対象になってきたら、うん、いい選手も狙っていけるんちゃうかっていうね、うん、ところはあるよね、まあ、ここちゃう、そうですね、チャンスはね、はい、うん、うんうん、すごい欲しい球団ありそうですね、うん、あると思うよ、うん、あると思います、うん、はい、さあということでね、はい、タイガースはこんな辺かな、うん、タイガースファンの皆さんどうですか、はい。